3日曜日楽しかったですか？私は特に何もしなかったです。家のこととか提出物とか動画編集とかしてたら一日が終わりました。こんばんは。もうちょっとお風呂入ったから顔が保湿でテカテカしてます。ふくちゃんお疲れありがとう。台湾ジョジョさん、ハートダーソクさん、ジンダイさん、大吉さん、サワッチョさん、ヒロシ BKK さん、シイチさん、ユスリザルさん、アキモさん、コウさん、チンさん、ふくちゃん、アキモさん、スプマンテさん、クシャトリアさん、カズヤさん、アルテミスさん、ジーツーさん、クロさん、ユータくん、ありがとうございます。ユータくんお断りです。コウさんもお断りです。どこまで読んだ私。ジーツーさん、クロさん、ポンケさん、コンチョウさん、ガトーショコラさん、ゼットさん、シロクマさん、ありがとうございます。ネロケンさん、シュンさん、ヒーローさん、マウナさん、ガトーショコラさん、マルさん、モリモリさん、メロンのあそこさん、ヒーローさん、お断りです。しんいちさん、お断りです。トシさん、コウさん、コウジさん、シオナさん、マコバヤさん、スカイホエールさん、シュンボウさん、カズヤさん、マコバヤさん、クックさん、レフトさん、エリオさん、ヨシカズさん、オミカンさん、カンさん、クアドリーさん、マコバヤさん、ミツルン、フジポン、BD マンさん、ラクさん、ありがとうございます。ジンライさん、ありがとうございます。ちょっと前髪がこっちにかかってくる。あー、ヘアピンがないよ。ヘアピン、どっか行っちゃったよ。何時で何時に起きたの？昨日は何時寝たんやろう。2時とか寝て、朝は8時とかに起きました。早起きだったよ。早かったですよ。ミックさん、走るさん、シーツさん、ビディマさん、ショナさん、ありがとうございます。ちょっとピンで止めたいけど、ピンをさ、今日部屋の片付けとかしちゃったからないやん。これしかない、近くにこのでっかいピンしかない。これで止めるにはでかすぎる。困ったね。そう、手元に今なくてどっか置いてきちゃいました。今日コンタクトしてないからなんか遠くが見えないんですよ。今手元付近しかないかな、ピン。どっかなんかソファーのさ隙間とかに、今手入れてみよう。ソファーの隙間とかにたまにピンが入り込んでて、なかった。ないですね。ないね。こんばんは。ナルシさん、クロさん、ありがとうございます。サトコさん、ありがとうございます。なかったよ。もしかしたらショールームボックスの中に入っとるかもしれない。私のショールームボックスを漁ってみます。ある気がする。会う気がする、しない気もする。あったよ。あった、ポジャコ、ポジャコいました。ちょっとここ止めときます。ここね、髪を切りに行きたくて美容院行って、ここのなんて言うんですかね、前髪のさ、この流れを作ってほしくて、で前髪切ったら後ろ髪も切りたくなっちゃいそう。ここがね、今なんか不調なんですよ。目にかかってきて、だからちょっと美容院行きたい。よいしょ、ぽい、止めた、止めたけどやっぱかかってくる。ここ切りたい、誰か切ってください。ここ切って、わかりますか、ここがちょうど目にかかる。やだね。そう、前髪
前髪はね今は巻いてないからここは長いんだけど、ここの端っこがなんか生え方的に、うん、うっとうしいですね。目にかかって、あ、いい感じでは？いい感じになりました。こんばんは。今日は鬼レンちゃんに、鬼レンちゃんに移ってたよってお母さんから連絡が来ました。アルバムのジャケ写が写ってた。見ましたか皆さん。29日の今日26でしょ、27日水曜日に生放送があるので、そちらはぜひ見てください。池田ゆらちゃんが出演するので皆さん見てください。こんばんは。鬼レンちゃんはなんか前も映り込んでたんですけど、私が過去一、人生過去一激太りしていた頃の僕隊の映像が前映ってて、いや恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしい。こんばんは。そうなんですよ。ハセは放送を見て応援します。頑張れ頑張れ、いけこ、楽しみですね。すごいよね本当、改めてなんか不思議な感じです。いつも一緒にいる子がこうやって全国放送のテレビで活躍してるって。クロさんバラありがとうございます。こんばんは。がもさもさ、こんばんは。今日は昨日いただいたタワーのお礼も書きました。もう発表会してもいいかな、もうちょっと待つかな。20分ぐらいになったら昨日のタワーのお礼発表会に入るので、もうちょっと待ちます。もうちょっと、もうちょっと。ミスターさんだるまありがとう。ね、地上波すごい、しかもゴールデンタイム。 AKB20 期生募集、え、早っ。この前19期生お披露目されたばっかりじゃない、早っ、びっくり。そうなんですか、すごいペース感覚早い。メロンのあそこさんだるまありがとうございます。 AKB さんって今何人いるんですか、早いね、びっくり。え、そうなんだ、驚きですね。え、本当？いや嘘はつかんよね。白熊さんお断りです。こんばんは。じゃあ AKB のオーディションのあれ調べよう、感覚。19期生は、19期は前回11月とかに審査があって、最終審査が1月だったらしい、19期。え、早っ、めっちゃ早いですね。ほんとだ、20期オーディション開催決定、ほんとじゃん。半年に1回。でも私があのオーディション受けてる頃 AKB さんのオーディション全然なかったですよ、全然なかったよ。結構間隔空いてました。最近早めなのかな、びっくり。STU は2年とか3年とか、いやでも1年とか、なんかほんとバラバラですね。あ、でも19期生は
他の期と比べたら入った人数が少ないからなのかな、20期生入るのね。あー早すぎる。幕張メッセ、おたかつしてきましたか。早いね。え、この前ショールームでさ、ツアー岡山で発表されること予想してさ、オーディションはまだないやろうと思ったけど、そんな AKB さんが半年に1回とかなら STU もゼロではないような可能性。わあ。空上さん、ハート、和樹さん、ラブレターありがとうございます。おたけさん、バラありがとうございます。どうなんだか、どうなんでしょうね。すぐ、いやすぐさ後輩が増えるって不思議な感じよね。半年で新一さん、バラありがとう。おっさん、ハートありがとう。これは何歳までいけるんやろ。詳細、なんか私はだんだん年齢制限が下がってることがこうわーってわーってなります。なんかさ、最近ってさ、AKB ができた時にまだ生まれてませんみたいな子がいたりするじゃないですか。わあ、小学6年生から19歳までだって。わあ、19歳ってスティールって誰だ、誰、ももちゃん受けれる、ももちゃん受けれるんじゃない。受けれるのでは、もしかして小6からだってよ。パセリいけるかな。パセリ26歳やけどいけるかな。あ、サッチ19。おお、19。どんどん年齢制限が若くなってる。小学6年生なんで受けてみようと思います。嘘つけ、嘘やん、めちゃめちゃ嘘やん、成人してるやん。しんいちさん、ファイトありがとう。のくさん、ハートありがとう。やばいね、みんなが年齢詐称し始める。林藤代さん、紅茶ミッチーお断りです。のぶろうさん、ハートありがとう。こんばんは。確かにサコモセブンティーン、ひゃー、私のお父さん、私のお父さんアイドルなりたいって言ってるけど、私のお父さんはもう何歳、48か9か50か、それくらい。無理や、無理やわ。今フォーテートグループのさ、人数がもう全然分からん。誰かが入ったと思ったら誰かが卒業するから、人数がどんどん変わってく。密かに餃子定食さんなんです。絶対喜びます。お父さんありがとうございます。あ、お父さんね、お父さんこの前ツアーをこっそり見に来てくれてたんですけど、ステージが始まってパッて見たら、篠野空葉っていううちを持ってて、
あなたこの前はあやぱ推しだったよね。しかもさ、娘を見に来てるのにシナノゾラハって書いてるうちは持っててさ、え？どういうこと？なんでですか？そうよ、もう早速違うメンバー応援してた。多分私が仲いいからかもしれん。え、ちゃんとグッズ買ってました。グッズ購入してた、公式のうちは。あの一番最新のやつ、ツアーのグッズゲットしてて。そう、ね。ちょっと気まずそうだった。ソタロウに言ったら気まずくて逆に見れないって言ってました。 Z さん、アフタヌーンティークマちゃん、ありがとうございますね。グッズ、私の家族はあのね、取って出し写真とかも毎回買ってくれます。グッズもゲットするし、取って出しもゲットするし、私にも頼んでくる。買えないかもしれないから、あの代わりに買っといてもらえませんかみたいな代行をお願いされるの。デネさん、ハートありがとう。こんばんは。タワーのお礼タイムそろそろかな。今18分、あと2分、タワーオレタイム。トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥ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 ト壇上の順位でサンリオキャラクター大賞の順位にしました。昨日の壇上の順位でね。あれ、もう締め切り、え、うわ、もう締め切り、今日で終わってた。みんな、サンリオキャラクター大賞今日締め切りだった。結局投票しないまま終わったよ。まあね、いろんなキャラクターが好きだからこれで良かったんでしょう。6 4 3 2 1。ね、はっちゃん、紅茶ありがとう。プーさん、あ、タワーありがとうございます。ありがとう。としきさん、ラブレターありがとう。昨日いただいたタワーのお礼からしますね。では、じゃあ6位からボン。6位、精神かっこ豚まんさん、1500日、タワーありがとうございました。じゃーん、1500日タワーです。ありがとうございました。ありがとうございます。6位だったので、昨日の壇上がマイメロディ、マイメロ中間発表6位がマイメロでした。ありがとう。配信見れてるのかな。ありがとうございます。また今日いなかったら、また来れる時というか来た時に見せます。続いて昨日の壇上5位、しんちゃんさん、ありがとうございます。こっちが見やすいかな。しんちゃんさん、くろみちゃん、くろみー、ちょっとなんかぽっちゃりな黒みになっちゃった。ありがとうございました。
まだ昨日かって感じなんだけど、昨日なんか移動もあったからさ、昨日よりもっと前な感じがしちゃう。ありがとう、久々にリアルでこうやってお話しする機会があって嬉しかったです。お体に気をつけてお過ごしください。機会もありがとうございました。ありがとう、ありがとうスタンプもありがとう。続きまして、4位、おみかんさん、じゃん、キティ、ハローキティ、出来たてのポップコーンはいかが、ありがとうございます。1500日タワー、ありがとうキティさんです。私の推しキャラクターの一匹です。ありがとうおみかんさん、じゃんじゃじゃん、また会いましょう。スケオさん、ラブレターと唇ありがとうございます。おみかんさん、ありがとうスタンプありがとうございます。唇もらっちゃったよ。続いて3位、しゅんさん、ありがとうございます。チェキ会もありがとうございました。ちょっとポンポンプリンが何回書き直しても何回書き直してもポンポンプリンがさ、垂れ目になっちゃって、超垂れ目のワンコ、ありがとうございます。ありがとう。3回ぐらいね書き直したんですけど、なんかうーんって目がトロトロの犬になっちゃった。しゅんさん、ありがとうスタンプもありがとう。あ、唇もありがとう。しゅんちゃん、お断りです。ありがとうございます。続いて2位、陣内さん、ポチャコポチャポチャ、ありがとうございます。なんか耳の主張が激しすぎるポチャッコになりました。まあ、ポチャッコはもう書き慣れたもんです。ありがとうございます。サイン会もありがとうございました。ファーストアルバムのイベントもね、たくさんいろいろね、出演できるように頑張るので、また会いましょう。ありがとうございます。ありがとう。続きまして1位、 Z さん、シナモロール、シナモロールです。なんか若干左向きシナモンになっちゃった。ありがとうございます。チェキ会もツアーもありがとうございました。また会えますように。ありがとうございます。パチパチパチ、陣内さん、ありがとうスタンプありがとう。パチ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 、こんばんは。ちょっとね、カキカキセットが向こうに、あ、ちゃんと収納してた、ありました、カキカキセット。じゃあ今日いただいた分もいきます。なんか風呂上がりだから暑いです。 Z さん、アイスありがとう。あ、今ちょうど暑いって思ってたから、ありがとう。あちあち、ですね、メモ帳が切れたのでメモ帳切れちゃったから違う紙に書いてもいいですか。
あ、違う紙。このでっかいの急にこのでかサイズになっちゃう。でかサイズになっちゃう。キラキラに書こうかな。キラキラにします。キラキラに書こう。すみません、紙が。1500日タワー、ありがとう。あ、そうだ、チェキ会の時にあの2枚購入してくださったと思うんですけど、1枚ね、宛名が配信中に1枚の宛名かけてなかったっぽくて、配信終わってから書いたので安心してください。届く時にはちゃんと宛名入りですので。この前のチェキ配信後にスタッフさんが教えてくださって、しっかり書いたので、すみません、見逃しがあったみたいです。おみかんさん、ジャーパングさん、さらさやかさん、キムさん、トールさん、ありがとうございます。キョンシュさん、ありがとうございます。そう、お風呂上がりだから勝ち組だよ、今日は。もう寝るだけだよ。明日は早く起きるよ。ありがとう。できた。2024年5月26日パッ、はい、じゃん。ちょっと髪が、すいません、急に一人髪違って。プーさん、ありがとうございます。シナモン、ありがとうございます。ありがとう。ツアーもありがとうございました。やばい、ツアーあと残り2会場ってあっという間すぎて。ありがとう。また公演出る日予定あったらぜひ待ってます。ありがとうございます。シナモン可愛く描けた気がする。シナモン、僕はシナモンウサギじゃないもん、男の子の子犬だもん。シナモンは男の子の子犬です。パセリは女の子の女です。女の子ではない、女の人間です。ありがとうございました。ちょっとメモ帳をね、またゲットしておきます。可愛いメモ帳をゲットして明日買いに行こうかな。ありがとうございます。ミックさん、バラ、シーチさん、ハート、ありがとう。
そうだよ、セナも犬だよ。ポンポンプリンも犬、ポチャコも犬、私は人間。そう、犬、子犬らしい。耳で空飛ぶ犬です。私は人間。犬、みんなは犬？犬ですか？あー、動物と触れ合いたい。わー、モフモフしたい。こんばんは、おじさんです。人間とかじゃなく、あー、そうなのか。まさかすぎる返答だった。こんばんは。みんな長生きしてくださいね。長生きしてよね。この前のさこちゃんの生誕祭で、ね、皆さん10年後も来てくださいねって言ってたから、みんなも10年後のさこちゃんの生誕祭を見れるように長生きしてください。ねえ、長く生きてください。長く。嘘、無理。嘘。健康だけは大丈夫っぽい。本当？健康第一。健康でいて、いっぱいアイス食べて健康でいて、長いお付き合い。それさ、めっちゃさ言われるの。長いお付き合い、なんちゃら銀行みたいな CM があるって教えてもらって、この前。でも長崎は見たことなかったです。あ、京都銀行。え、長崎はなかったからさ知らなくて。知ってる人多い。高校野球の中継の合間に流れてました。あれ、そうなんだ。関西ローカル？知らなかった。やっぱ違うやな、地域によって CM は。関西らしい。兵庫県出身のノースリーブが好きなメンバーが、私がいつも長いとか、いう単語を出すたびに、長いお付き合いみたいな言うの。だから何それって言ったら、あの YouTube で調べてこれだよって言われて初めて見ました。リキさん、マックスさん、花束、しんいちさん、コワン、ありがとうございます。そう、ノースリーブが好きでベーグルにハマってて、兵庫県出身の人が言ってた。長崎は、何の CM だろう。あるかな、銀行の CM。あ、神話銀行とかかな。うっかりあんこさん、お断りです。お断り。私も早く公園出たい。今日さ、千穂さんとあかりんさんの生誕祭があったんですけど、
私は今日お休みだったんですけどね、あのあかりさんのグアム土産がいっぱいあったらしくって、うわー私もグアム土産だけもらいに行けばよかったお休みだから潜入してお土産もらいに行ったよかった。しかもなんかさ、ドーナツ、ミスドが千穂さんからの差し入れでミスドがあったらしくて、なんかサーヤのインスタストーリーでリコチがキープしてるやつが流れてきて、ああ私もキープしたいと思う。最近なんかポンデリングをフライパンで焼くのが流行ってるらしいですよ。やったことありますか？なんか焦がす感じのキャラメリゼするみたいな感じでするのが流行っとるんだって。やったことある？ポンデリングでもそのまま食べるのも美味しいからね。千本桜さん、ハートありがとうございます。そう、なんかめっちゃ流行っとるらしい。やったことはないけど。みつさん、バラありがとうね。ドーナツとか買ってもさ、家まで我慢できた試しないよ。家に帰ってももう入ってすぐ玄関で食べちゃうよ。お皿に漏れた試しがないよ。ポンデリング何が好きですか？じゃあ今からみんなとミスド総選挙しよう。それでは皆さん、おのおのの好きなミスドメニュー発表してください。どうぞ。私はどうしようかな。エンゼルクリームにします。エンゼルクリームかな。でもやっぱポンデリングも外せないですね。あ、フレンチクルーラー人気だな。ゴールデンチョコレート、あれは美味しいですね。オールドファッション、いいね、シンプル。ソーセージパイ食べたことない。しょっぱい系食べたことないから食べてみたい。ポンデリング黒糖食べたことない。あとなんだっけ、オールドファッションハニーも好きです。冷蔵庫でさ、キンキンに冷やすのが美味しいけどさ、待てないから食べちゃうんだよね。ニャースさん、ハートありがとうございます。カスタードもいいよね。なんか東京とかさ、都会とかに最近よくある生ドーナツ屋さんってあるじゃん。あのエンゼルクリーム的な見た目の中にクリームがぎっしり入ってるやつ、あれを欲してる。あれが食べたくて仕方がないです。カズさん、ラブレターありがとう。愛だって、愛愛。ミスドの料理食べたことがない。ずっと気になっとる。ゴールドのつぶつぶ美味しいよね。あのちっこいの好きだよ。ミスドのちっこい自分で選べるやつ。昔リーポップっていう名前だったやつ、コロコロしたやつ、安いやつ、60円ぐらいかな、安いやつ。わこの前はそう、池袋に、この前昨日か、池袋にその生ドーナツ屋さんがあるって調べた出てきたから行こうと思ったんですけど、もうその時はお腹いっぱいすぎて諦めた。いやもうちょっと今は入らんわと思って、また今度にしようと思って諦めたけど、今思えば持って帰ったらいいだけじゃんってなった。テイクアウトしたらよかった。コーヒーおかわり自由。え、そうなの？ほい。なんかさ、チェーン店とかのそういうカフェとかってさ、
何円払ったらおかわりできるとかあったりするじゃないですか。めっちゃ良くない？私コーヒー飲めんから羨ましいです、そういうの。私はカフェとか行ったらだいたいジンジャーエールか、あとウーロン茶とかほうじ茶ラテとかです。この前カフェでカフェラテとかしかなくて、カフェラテかオレンジジュースかジュース系かラテ系かジンジャーエールかだったからジンジャーエールにしたんですよ。そしたらさ、ガチの生姜が入ったジンジャーエールで初めてで、もう衝撃だった。おー、すごい生姜だ、なりました。めっちゃ生姜やった。想像してるやつと違ってびっくりしました。うん、ちょっと辛かったです。クラフトジンジャーエールみたいなやつだったから、いや、どんな感じなんやろうと思ったらガチのスライスした生姜がそこにいっぱい溜まってて、はあ、こういうことかって勉強になった。でも私生姜大好きだから大丈夫でした。紅生姜とか生姜とか大好き。回転寿司とか行ってもガリとかめっちゃ食べちゃう。生姜美味しいよね。美味しかったです。お高梅セークがたまにある。そうなんだ、ほい、おしゃれなお店だったからかな。チーズケーキをね食べたんですけどね、チーズケーキを食べる前にそのジンジャーエールを飲んでしまったから、もうチーズケーキがずっとチーズの味じゃなくて生姜の味で、そう、先に絶対にチーズケーキを食べるべきやったなと思いながら食べてた。私も生姜好き、いや紅生姜も大好き、ね、牛丼紅生姜絶対、たこ焼きも紅生姜絶対。しょうがないなそうよ、もう多めに見て。そういう時にさ、なんかポンコツを発揮しちゃう。食べ合わせとか、絶対これとこれ合わんでしょみたいな食べ合わせとかしちゃって失敗するよく。生姜、コンビニで生姜のすりおろし入ったやつあったの知らん。コンビニにもあるんや。ミサさん、ラブレターありがとうございます。豚骨ラーメンに紅生姜入れる派？豚骨ラーメンを食べない派。もう豚骨ラーメン最近食べてない。豚骨ラーメンって紅生姜入っとるっけ？豚骨なんかさ、ちっちゃい頃から身近にありすぎて全然食べてない。広島来たら中華そばとかが多いし、醤油豚骨は食べるけど豚骨っていうのを食べてないな。入っとる？今日ね、今日私は急に一蘭に行ってみたくなって YouTube で見てた行くわけじゃなくて YouTube で一蘭行ったことないんですよ。だから一蘭に行ってる人の動画とか見た。今日意味わかんないよね、急に行きたくなってさ。そう、行ったことないけど私動画とかめっちゃ見るから注文の仕方はもう学びました。ネギは両方に丸をつけるといいよとか、そういうのは学んだよ。一回も行ったことないけどなんかいつも並んでるんですよ、広島の一蘭、大行列。いやー、ちょっと行きたいラーメン屋さんが多すぎてさ、むくんでもいいって時にどこに行くか迷って結局行かないってことが多いですね。良平さん、
お断りです。こんばんは。今ラーメンチャンスを狙っています。いつ行こうかなってね。広島の一覧並んどるよね。他のとこもそうなの？広島だけなの？めっちゃ並んどるよ。今日なんかイベントなのかなってぐらい並んどる。ソラハちゃんとラーメンに行ってあげて。ソラハちゃんラーメンこの前マイキューさんと行ってたよ。ソタロウとラーメン行きます。最近はもうソタロウとしか行ってない気がする。私の一押しラーメン。あ、今度さストーリーでインスタストーリーで今まで行ったラーメン屋みたいな一気にさあげようと思ったけど、もしかしてこうやっていっぱい一気にご飯とか乗せたらストーリーミュートされるかなと思ってちょっとビビってできてないんだよね。やりたいんだけど。ラーメン一覧とかカフェ一覧とか定食屋とかめっちゃ紹介したい気持ちあるけどさ、ミュートされるのビビっとるね。で、でもさ最初は投稿にあげようと思ったんですよ。でも急にラーメンアイドルのインスタに急にラーメンとかさ載ったらびっくりするかなと思って、あ、じゃあストーリーであげたらいいかと思ったけどさ、でも急にそれもびっくりするかなってねえ。フェルナンドさんハートありがとうございます。さやん、葵さんと言ってた。え、そうなの？葵さんがこの前言ってたっていう情報は他のメンバーから聞いてたんですよ。やんこちゃんと一緒だったの？はあ？でもこの前さやんやんとラーメン行こうと思ったけど違うとこ違うのに行って後悔したんよね。先にラーメン行けばよかったねって。ちょっとラーメンお誘いしようかな。行きたいんだよね。ラミョンラミョンラミョン。来週の岡山おすすめ情報ないですか？岡山は絶対に大手まんじゅう食べてほしいです。絶対にね。私が食べたのはあれいつなんだろうか。写真岡山リスト作らなきゃな。紹介するやつ。あ、徳島は絶対にこれ食べてください。絶対にこれです。ツアー徳島に来る方はこれはもうよろしくお願いします。絶対どれくらい大きいかって。これです。これ食べてくださいね。いいですか？これは5人で食べてももう満腹だったのでねえ。ぜひ食べてください。ちょっと待って、岡山遡る。いつ食べたっけあれ。いつ食べたかな。なんかさ事務所とかに瀬戸内の各地でメンバーがお仕事いた時のさ差し入れでいただいたものとかお土産とかが事務所にあったりするんですよ。そういうのでねいろんな場所のお土産とか食べる機会も多いんだけど、写真撮る前に食べちゃったりとかしてて全然紹介できてないのが多い。でも大手まんじゅうは撮った記憶があるんよ。絶対に撮ったんよ。絶対に絶対にそれだけは覚えとるんよ。だけどもだけどもね、いつだったか忘れちゃった。岡山最終日やけんね、いっぱい観光してほしいですね。でも私岡山って言っても倉敷方面にさ行くことが遊びに行くことが多かったけんさ、倉敷のグルメがやっぱ多いんですけど会場からはね遠いからね、遠いのでね。本当はこの前そのツアーに向けて
行こうと思ったんよ。グルメとかそういう観光地とか紹介するために計画立ててて、岡山計画でも、そうバスとかも予約してたんですよ、ちゃんと。なのに行けなかったの。行けなかったんですよ。あれちょっともうどこなんだ、写真が見つけられんわ。カペラモードさん、ラブレターと唇ありがとうございます。クロさん、ラブレター、一君唇、ハート、ラブレターありがとうございます。ね、出てこない。がっつりこうちゃんのラーメンの写真出てきた。どこだどこだどこだ、え、本当に出てこないよ。どこ、一体どこですか。もう写真が多すぎて。おっさん、花束ありがとうございます。ちょっとないですないです。大手まんじゅう、新幹線で岡山から通ってくるときに撮った写真があるはずなんですけど、見つけられん。写真が多すぎてもうわからん。でも悔しい、見つけたい。出てこい、どこや、出てこい、出てこい、どこなの。バラちゃん、バラマボスさん、ラブレターありがとうございます。そう、探してる時に見つからないもんだよね、こういうのって。何なんでしょうね。なんかさ、なくし物とかもさ、あれってさっきまであったのにないって、探しとる時はないけど全然必要ない時に見つかったりしますよね。あ、岡山これもあります。これもね、ちょっとぜひ見つけたら食べてください。ポン酢アイスってやつも食べました、岡山で。これは醤油アイスとかよくあると思うんですけど、醤油アイスはみたらしっぽい感じの味なんだけど、ポン酢アイスはそのみたらしっぽい味を想像して食べると酸味が来る感じです。そう、ポン酢アイス、これはラジオでね、沖さんのラジオで目隠しして何アイスでしょうみたいなクイズで食べたんですけど、もう秒でポン酢だって分かるぐらいポン酢だった。超ポン酢でした。あ、これ食べてほしいのあ、お腹鳴っちゃった。これあの1万円のパフェもぜひ、あの岡山駅にあるけん、ちょっと誰か挑戦してみてください。この高級デカデカパフェちゃんね。ちょっと大手まんじゅう、私の大手まんじゅう写真出てこない。どこ。大手まんじゅうのおすすめポイントは薄皮ってところです。生地が苦手な方とかでも食べれるし、もうあんこが好きですって方にはもう一押し。こしあんめちゃ美味しいです。写真は未だに見つかりませんがめちゃ美味しいです。はい、とてもとても、そりゃ美味しいものになっております。あとはね、そうですね、あ、徳島はこれもおすすめ
お芋、ナルト金時のソースト、めっちゃボリューミーだった。ボリューミー、芋芋。大手まんじゅうソフトの写真はねすぐ出てくるんですよ。でも肝心の大手まんじゅうの写真が出てこん、出てきません。なんででしょうか。大手まんじゅうソフトはこれです。これこれがこれも美味しいけど、あの大手まんじゅうでも駅に行ったら絶対売ってるから、パセリが写真を見つけられなくてもお土産売り場では絶対見つかります。だから大丈夫、安心してほしい。え、めっちゃ美味しかったんですよ。私おまんじゅうとか普段食べないけどさ、あんまりお餅が得意じゃないからね。なんかお餅、ちっちゃい頃におばあちゃん家の近所の方がお餅喉に詰まらせたって聞いた時からお餅がちょっと怖くって、お餅食べたら喉に詰まるというなんかそういう先入観がちっちゃい頃についてしまってあんま食べなくなっちゃったんですよ。そうだからみんなよく噛んで食べてくださいね。でも大手まんじゅうは本当に薄皮、もう薄皮っていうかもう中身が見えてます。あんこがもう透けてるぐらい薄皮なので、ちょっとお餅あんまりって方でもね食べれると。あ、パセリの X で検索した。あ、本当？パセリの X で調べたら出てくるんか。おお。パセリの X、 本当だ、出てきた出てきたよ、見て見て、これこれこれだよ、これパセリの X ってすごい、これをこれですよ、これめちゃ美味しいです。また食べたいな。こんな感じ、すごい、ありがとう、助かったよ。2022年12月に投稿していました。めっちゃ美味しい。え、これかじったとかじゃなく、これがもう中と思うじゃん。おまんじゅうかじってこうやって見せたとかじゃなくて、もう未開封というかなんていうんですか、口をつけてない状態でこのあんこの見え具合です。だからもうあんこ好きにはたまらん、たまらんと思います。わあ、本当ね、出てきた、調べたらよかったんや。あんこあんこ、いっぱい満喫してほしいな、ご当地のもの、ね、え、わあ。今さ、自分の X のさ岡山って検索したら、なんかもうどの画像にも沖さんが写ってて、ちょっともう解雇解雇解雇しちゃう。お元気でしょうか、ポキオさん、帰ってきてください。お腹が鳴っちゃう、あのすいません、ちょっとお腹が鳴ってしまいました。ポキオさんたまにね解雇しちゃう。解雇解雇。夜ご飯は今日は17時に食べました。だからもう腹ペコです。今日の夜ご飯はカツオのたたきがあったから、そう、カツオのたたきがずっと冷凍庫にあったので、それを解凍してフライパンで焼いて食べた刺身じゃなくて焼いて食べました。普通に焼き魚にしました。
カツオの塩焼きです。美味しかったです。いや、なんかね、期限がねちょっと切れとったから、まあ冷凍しとったから食べれるやろうと思って解凍してみたけど、怖くなったから焼いた。もうガチガチに焼いた外側だけとかじゃなく、もう全部に火が通るようにちゃんと焼いた。冷凍庫に眠っていたカツオくんを焼きました。美味しかった。普通に焼き魚でした。おすすめです。焼いた。あ、ポン酢わかる。ポン酢って気づいたらさ、私はお好み焼きソース、お好みソースか、お好みソースが気づいたら期限が切れてる。で毎回買い足してさ、難しい、使い切るの。一人暮らし難しい。お好み焼きも家で食べるよりさ、外食食べる方が多いからね、難しい。あんまり家で作らない。昔は STU 入ったばっかりの頃は作ってたんですよ、家で。あの肉なし、もやしとキャベツだけみたいなもやしとキャベツオンリーのお好み焼きみたいな、もどきみたいなやつを作ってソースいっぱいかけて食べてたから、ソースがさ余裕で使い切れとったんやけど、最近はさもう自分で作るよりお店で食べた方が美味しいって気づいたから、お家で作んなくなっちゃいました。そう作ってた、作ってたっていうか、もうただもやしとキャベツ入れて炒めとっただけ。うわー食べたい、好み焼き。卵は今あります。卵はあと4つ、あさってまでの期限の卵があと4つあるから、明日2個、あさって2個食べたら多分ちょうど良い。今日のお昼も卵使った、炒めた。結構自炊する。でも人様に見せるような自炊じゃなくて、もう本当にフライパンのまま食べますみたいな、そんな感じの自炊なので、SNS に上がることはないから、あのメンバーとかファンの方の間で自炊のイメージがつくことは一生ないと思うんですけど、あの作ってますよあの見栄えがね良くないんですよね。もう野菜なんでもかんでも、あこれもうすぐ痛みそうだから入れちゃえみたいな感じ入れたりするから、なんかそんな、なんか綺麗にさおしゃれなお皿に盛り付けるわけでもなくさ、もう洗い物増えるしフライパンのままでいいかみたいなザ一人暮らしご飯みたいなやつだからさ、乗せれない。いもけんぴさん唇ありがとうね。お皿をめっちゃ買うんですよ、可愛いやつとか、なのに乗せない、全然乗せていない。はい、乗せていません。あとなんか料理が綺麗に盛り付けできても周りの背景がいつも一緒。私さいつも壁で撮ってるお茶碗手に持って壁で撮ってる。なんかおしゃれなランチョンマット、ランチョンマットから撮ればいいのにさ、あるんですよランチョンマット。引っ越してくるときに長崎から持ってきたやつがあるのにいつも壁でこういうお茶碗持つスタイルで撮ってる。なんでなんですかね。持ち肌さんラブレターありがとうございます。ヨーグルトとか食べるときもなんかもうピャーって適当にさ盛り付けるから乗せれない。でも今度
あのアイドルの1日の食事みたいなやつを撮りたくて、撮りたいけどさ、気づいたら完食をしてるからね、恐ろしい。撮るの忘れて食べちゃう。卵、パセリのストーリーの通知が今来た。なんかいつも時差あるやん。めっちゃ1時間ぐらい時差ある。え、待ってください。もうさ、もしかしてやけどさ、もう10時過ぎたやんね。10時過ぎたよね。じゃあ今日は、まあ、お風呂入ってるし10時半までしよう。もうお風呂終わったからね、もう寝るだけ、寝るだけだよ。ね、10時7分ですね。今日は時計が見えないので、コンタクトしてないから、だから iPad で時計確認してる。ね、早い、日曜日のこの時間、あっという間だ。明日は、明日何時起きなんだろう、まだわからない。でも早起きです。結構早起き、朝早めです。ね、月曜日が来ちゃうね。キャー、月曜日が来るぞ。ジオくん、お断りです。マポスさん、ラブレターありがとうございます。プーさん、ラブレター。チャーミーさん、紅茶ありがとうございます。アルさん、ハート。シーチさん、唇。健坊さん、ハート、ありがとう。朝方大雨、嘘、ちょっと無理なんだけど、それは困った。え、明日雨なの？天気予報見てなかったです。え、今も雨？なんか音がする？もしかして。嘘嘘、やめてよ、なんでそんなことするの。明日雨じゃん。明後日も雨？めっちゃ雨やん。台風の予兆ですか？やめてよ。うわー、雨か、頑張ろう。歩こうと思ったけどちょっと厳しいかな。いや、昨日の配信でさ、そう、来週雨だねって言ったけど、なんか今日、明日から来週みたいな、そういう曜日感覚がなさすぎて、はあ、やだわ。一生晴れてるかと思ってた。やだよ。火曜日が一番ひどい。そうなの、それは困った。わあ、今んとこ台風は昨日と変わりないんかな、進路は。もう嫌ですね。来週はツアーだっていうのに、このタイミングで台風は来ないでほしいよ。わあ、こんな感じだって。ツアーにはかぶらなそうだけど、ちょっと離れてはいるけど雨は降る。嫌です。オーカさん、めっちゃキノコさん、唇。クロさん、かわいい、ありがとうございます。ほうほう、あ、でも近い地域の人もおるんか。関東の人は結構台風近く通る。やだね、折れ曲がったりしないか怖いです。
1号が来るぞ。気をつけて過ごそうね。やだね。やだよ。確かに飛行機、そうだね、交通が心配だ。やめてほしい。そうだね、お仕事柄とかも大変よ、天気が変わると。気をつけましょう皆さん。今はまだ大丈夫。なんか気づいたらさ、時間経っとるから、まだ12分だった。大丈夫でした。もう時計のさ、進む感覚がわからん。もうなんか過ぎたかなと思ったらまだまだだし、まだまだかなと思ったらもう過ぎとったりする。浜松の IH さん、花束ありがとうございます。こんにちは。物流関係は大変だ。それは大変。私もさ、あのアルバイトでさ、宅配会社行った時とかめっちゃそういうのあった。天気の影響で、天気の影響で遅れてるとかあったよ。岡山、徳島、岡山。でもさ、台風1号が来たってことは2号とかがどんどん来るってことじゃないですか、これから。でもこれからはアルバムのイベントとかさ、夏のイベント系とかがさ始まる時期だから、うわーやだよ。西さん、ハートありがとう。ハートハート。確かに野外多い時期、夏困ったね。確かに広島駅近。でもさ、天気がもし悪かったら、たまたま通りすがるって人が少なくなるかもしれないし、遠くから来る方とかも交通大変になっちゃうから、晴れてほしいね。プーさんありがとうございます。コナンさん、ハートありがとうございます。やだやだ、やだって言っても来るもんは来るけどね。やだよ。今日せっかく晴れとったから、外におればよかったわ。そしたらなんか損した気持ちだ。今日は本当に家にいました。何もしてない、後悔。なんか家に行ってさ、ゆっくりゴロゴロするわけでもなく、ただ黙々と掃除をするっていう時間だったから、せっかくならどっかウォーキングとか行ったらよかったよ。ぬいぐるみ投げるの忘れてた。ポンポンプリンを投げてたら日曜日が終わった。できなかった。できなかった。今日も投げとったかな、あのアカウントの人、ポンポンプリン投げる人。ドットさん、唇ありがとう。そう、今日は引きこもりデーでした。引きこもり、カタツムリ、ヤドカリ。個人ファンクラブの動画もまだ完成しなかった。なんかね、朝のうちに42回撮り直したら声がガサガサになって、ちょっとまた喉が潤ってる時にすることにした。
なんかね、テイク3ぐらいの時が一番良かった気がしてきて、いやもっといけると思って42回撮ったものの、いやこれは3回目とか4回目が一番良かったかもしれんって後から思い始めて、残しとけばよかった、消しちゃったよ。なんかね、喋ってる時にあのお腹の音が鳴ったり、外をなんかバイクの音がこうブワーンみたいな鳴ったり、なんか噛んだりとかして、気づいたらテイク42。はあ、プーさん回復薬ありがとう、ドットさんハートありがとう。すごい撮り直した。でも撮り直しって言っても1分間ぐらいのやつだったのでまだ良かったです。そんな長いやつじゃなかったから、衣装紹介をしようと思って PR 舞台のあの水色の衣装のねやつを1月ぐらいに撮ったんですよ、動画を。でなんかしばらく喉がガサガサの時期とかが続いてたから、喉の調子いい時に通ろうと思って撮ってたやつがあったので、それを今日あのアフレコしようと思ったらダメだった。ちょっとまたすぐ載せます。今月中に載せたい。そう、あの衣装をね、近くでじっくり、でも近くでさじっくり見るイベントがあってもきっとそんなさジロジロ見れないと思うんですよ、多分ね。だから音声ねカットしていつもは撮ってるけど、カットすると音量がなんかね変わるんよ。今日もなんか撮るたびに声がこもったりとかして、なんかいいさマイクとかで撮ってるわけじゃなくてスマホだからさ、音量調整で結局時間かかっちゃって、だからもう一発撮りが一番いいかなと思ってやったけどダメだった。ミックさんラブレターありがとう。衣装ね、衣装ってまたやってほしいよね。衣装って前ね PR 舞台のライブの時に入り口で衣装ってあったんですけど、あの息をする心とかの衣装はなかった気がするので、その時は息をする心以降の衣装もね見てほしいですね、じっくり。なんかさアイドルの衣装とかを見るとほっそってなりません？私もなるの。自分が着てる身だけどほっそって内臓あるんかってなる。どこに内臓詰まっとるんかってなりますね。 AKB さんの衣装店行った時はもう衝撃でした。細すぎてびっくりした。おってあ確かにパルコいいね。パルコのあのイベントスペースで衣装店とかあったらみんなメンバーがいない方がさじっくり見れるのかな、ああいうのって。メンバーいたらなんか気使ってジロジロ見れないかな。衣装店は衣装だけにしてほしいですか、ああいうのってどうなんだろう。マネキンが着てるやつがいいよね。ね、楽しそう。私も衣装なんか STU の衣装をさこう着ることはあるけど、じっくり着たことない衣装とかもあるし、じっくり見る機会ないから私も普通に参加したい。衣装展、衣装展行きたいね。 NMB さんのやつ去年ぐらいありましたよね、スタッフさんが言ってた。
載せててさ、 SNS にめっちゃすごかった。あれ、妄想ガールフレンドの猫ちゃんのモコモコのやつとか、わー、衣装には夢があるからね。じゃあ私はなるべく衣装とかをいろんな角度から撮ってメールとかで送れるようにしようと思います。この前はあの背中の全身写真を送ってみました。どうでしたか？なんかさ、衣装をさ送ったはずがメールの返信が筋肉みたいな足の筋肉みたいな感想が来てて、おお、注目ポイントそこなんだと思いましたね。みんな見るとこが衣装じゃなかったですね。足見てたね。台湾ジョジョさん、ハット。あ、寝てる人、唇ありがとうございます。グースかグースか。ゴンベンさん、ラブレターありがとう。保存しました。保存されたの、ありがとうございます。足、でもふくらはぎ、なんかバスケしてた時からさ、ふくらはぎが結構なんていうっけ、水太りみたいな、水分をさ溜め込んじゃうじゃないですか、筋肉ある人って。それで結構太いのが悩みだったけど、 STU 入って縮んだ、結構筋肉減ったから良かったです。もっとなんかね、こう正面から見ると横から筋肉がボコって出てるぐらい結構すごかったんですよ昔。でもそれが結構ね、コンプレックスというか、なんかどうにかならんかなと思ってたから、いい感じに減って良かったです。今もちょっと残ってるけど、多分マッサージとかさ、ストレッチとかが今より足りてなかったからかもしれませんね。めっちゃ昔パンパンだった。安尾くん、唇ありがとう。ふくらはぎ、でも私も見ちゃう、同じかもしれません、目線がみんなと。足見ちゃう、太ももとか見ちゃう私。太もも、ふくらはぎ、鎖骨、首筋、フェイスライン、あとは鼻の形、前歯、涙袋、めっちゃ見ちゃう。あとなんだろうな、指、爪先とかめっちゃ見る、人の。うわ、綺麗やなと思って見ちゃう。25分はありがとうございます。終わる時間が迫ってきたよ、終わるぞ。腹筋、あ、腹筋も見たい、でも見る機会がない、全然。腹筋見せてください、メンバーの皆さん。見せてよ。あ、背中、なんか背中と首の境目とか見ちゃう時とか。お願いします。何便乗されてる。お腹出し衣装ね、前に4周年の時にお腹出し衣装着たけどさ、もっとなんかバキバキにしときたかったと思った。シックスパック、バキバキ。パセは普段お腹出てるよ、いっぱい、乗せないだけで。
載せないけど結構出てますよ。出ちゃってるよ。でも載せません。また撮ったらメールで送ります。あのね、フラワーフェスティバルの屋台に行った日の写真とかが全然載せれてないから、載せる。いっぱい写真載せたいのがある。ぽよぽよが好き？ぽよぽよが好きなの？じゃあぽよぽよも日によって、今日はぽよぽよ、今日はちょっと太り気味みたいな写真も載せた。今日はバキバキです、仕上がってます。でもちょっと今日は食べ過ぎてぽよぽよ。私結構イカ水だからさ、食べた後とかぽよぽよだよ。イカ水ナウやだ、そんなおしめやだ、嫌すぎる。ひろやさん、ハートありがとう。プニプニのお腹、じゃあ蓄えとくね、いっぱいお肉。マポスさん、ハートありがとう。キムさん、似合う、ありがとう。ああ、剥がしありがとうございます。剥がされちゃう。みんなありがとうございました。剥がしが来ちゃった。ああ、ありがとう。剥がし係ありがとう。それじゃあこれからアイスタイムしたいと思います。皆さんも良いアイス時間をお過ごしください。日曜日だからアイスいっぱい食べて寝てね。一週間頑張るために蓄えとくんだよ。ありがとうございました。それじゃあ壇上行きます。13位スケオさん、12位クワドリさん、11位ジンダイさん、10位オミカンさん、9位カメさん、8位台湾ジョジョさん、7位新一さん、6位メロンのあそこさん、5位マポスさん、4位 Z さん、3位ゆうたくん、2位 G2 さん、1位プーさん、ありがとうございました。ありがとう、見てくださって。明日も一日頑張りましょう。おやすみなさい。またねー。